沙織です。千代です。沙織千代ですけど何か2人で集合ということなんですけど、ちょっと何のロケなんやろうなっていう。あれ聞いてない感じ。聞いてない。今日はなんと沙織千代、はい、2人でロケなんです。ちょっと不安で千代ちゃんはトライアフレでやってるもんね。はい、トライアフ命ですよ ね。と思って今回は千代ちゃんにぴったりな、はい、おすすめスポットを見つけてきたんで、そして車両もこちらをご用意いたしました。私は、はい、トライアンフのボンネビルボバー。素晴らしい。そして千代ちゃんは、はい、トライアンフのボンネビル T100 です。おしゃれやな。今回2人の相棒となるのがワイルドで美しいトライアンフボンネビルボバーと、時代を超えて愛されるボンネビル T100。 トライアンフのバイク2台でツーリングに行きたいと思います。行ってきます。行ってきます。楽しむぞ。初コンビサオリンとチヨウが行くイギリスツーリング in 京都。トライアンフレディチヨウを連れてイギリスを満喫します。いや、始まりましたね。ツーリング始まったや。最高だ。最高。もう最高だね、天気。今日はどこ行くのさ。今日行くとこ、うんうん、今日はね、内緒、うん、絶対千代ちゃんが好きそうなところ、うん、ね、そんななんか嬉しいな。さあ、千代ちゃんの初めてツーリングやから、やっぱり初めて好きなところに行きたいなと思って、私が前々から行きたかったところに今回ちょっと一緒に行くことにしました、やったね、千代ちゃんどう、はいはい、私似合ってる？トライアフ。めちゃくちゃ似合ってる。一応今日ボバー乗るって聞いてたから、うん、ちょっとこう黒黒でもよかったんやけど、ちょっと赤で締めてみました、うん、はい、めっちゃかっこいい。その色もいいし、ボバーってシングルシートやねんけど、うんうん、なんかその後ろから見たスッキリ感がたまらなくかっこいいです。もうなんかインプレッション並みに褒めてくれるやん。なんだ、サオリン、ジオは似合ってる？めちゃくちゃ似合ってるよ。結構バックミラーでチラチラいけるかなって確認してるときに、後ろめっちゃかっこいいバイク走ってるやん、乗ってる女の子もかわいいやんっていう。お最高や。やっぱりね、チヨちゃんトライアンフレディだけあって何乗っても似合うね。普通に照れんねんけど、そうしたらね。いやー、チヨちゃんの方がかっこいいよ。嬉しいな。お互いの姿に見惚れながら国道423号を北上した2人は、京都府亀岡市にある最初の目的地へと到着。サオリンがずっと行きたかった場所とは、日本にいながらイギリスのカントリーサイドを味わえる、その名もイギリス村。イギリスより買い付けた直輸入の商品なども販売。ヨーロッパの田舎村を訪れたかのようなトリップ体験が可能です。さあ、京都亀岡市にあるイギリス村にやってきました。イエーイ。ぴったりでしょ。 それはな、もうめっちゃいいねん、イギリス村めっちゃいいねんけどな。なんなんその格好。何ってこれやっぱりさ、何やろ、イギリスの気分を味わうためには、はい、うん、かわいいお洋服でうわ、ん、ーって写真を撮りたいじゃないですか、うん、だからこの衣装準備してきました。なるほどな。うん、そやな。いや、わかんねん、これはわかんねん。めっちゃいいね、うん、ジェントルマン、ジェントルマンみたいな、うんうん、イギリス、うん、ジェントルマンって感じやか、うん、最高。ちょっと分からへんね。これはゴスロリで、ゴスロリっていうの正式名称はゴシックロリータって言うんだけど、このゴシックっていうのが西ヨーロッパ初なんですよ。なるほど。西ヨーロッパといえば、はい、イギリス、うん、まあ、知らんけどさ、そんな感じかな。ここね、オープン前やったら乗り入れ OK なのよ。だからこのかわいい衣装とかっこいいトライアンフちゃんでさ、写真撮ろうよ。撮ろう。イギリスの風景とトライアンフをバックに撮影開始です。なんかさ、お互い撮り合わん。 OK、 そうしよう。よっしゃ、あ、いいね。はい、撮りますよ。はい、はい、チーズ。かわいい。はい、全てを兼ね備えた美貌。美しい。
的です。はい、よし、ちょっとバイバイ写真もいっぱい撮れたから向こうの方にちょっとおしゃんのカフェあるから、じゃあ千葉県行きましょうか。いや、なんか人変わってない？大丈夫？疲れた？休憩しよう、休憩。疲れそうです。じゃあ千葉県行こう。千葉県。イギリス村の中にある静かなカフェ、ポントオークティールームレストラン。こちらでは穏やかな風景を眺めながらアフタヌーンティーや食事を楽しむことができるんです。待って、イギリスの紅茶を飲みながらトライアンフ眺めるって最高じゃない？もう幸せやもん。優雅すぎるの。やばい、優雅です。イギリス村でトライアンフのバイク置いてる人はまだ見たことない。もう初なんじゃないですか。スポットになるかもしれない、ね、おトライアンフの聖地に。聖地に、うん、ここが、うん、ここにトライアンフがいっぱい集まる。いっぱい集まった。もう行ったらおるみたいな。こんにちはみたいな。あ、今日もあ、そうなんですよみたいな。トライアンフとともにイギリス村を満喫した2人でした。バイクって危険ですか？そうですね。でもルールを守れば安全ですよ。八重の里ドライビングスクールでは褒める達人があなたのお悩みを解決します。だから私は八重ドラに通います。サンフラワーは就航から50年を迎えます。太陽に守られてこれからも神戸大阪から九州へ、フェリーサンフラワー。バイクライフ向上宣言、二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え。イベントも盛りだくさん。車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート。ライダーズスタンド二輪館。例えば記録映像、動画のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、動画のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、動画のことならバンズデコ、バンズデコ。さあ、よかったね。はい、楽しかったです。楽しかったね。ありがとうございました。今日のロケはお疲れ様でした。いやいやいや、待って待って、もう終わりっすよね。まだあるから。ある。今回はね、インプレッションに挑戦してもらいます。インプレ、インプレ、インプレやったこと。そう、ライターウィンドでも、うん、カスミンがカスミ D って言ってインプレッションの企画をしてるんですよ、うん、それを、うん、私たちも今回やりたいや、やりたいよ、やってみたいや、インプレッション楽しそうやろ、うん、なんで今回私たちもインプレッションをできるということを見てる視聴者の方々、はい、プラス引いては引いてはライクのスタッフさんにも知ってもらおうかなと思って、今回はインプレに挑戦します。はい、頑張ります。ということで、サオリンはボンネビルボバー、ジオはボンネビル T100 のインプレに挑戦します。言うて千代ちゃんはトライアンフレディやから、はい、いろんなトライアンフ乗ってきたと思うんやけど、うん、今乗って、うん、ボンネビル T100 はざっくり言うとどんな感じ、うん、まあ、クラシックの王様みたいな。おトライアンフといえばボンネビルみたいな、うん、感じかなと思うな。乗り心地的にはどうよ？乗り心地はもうめちゃくちゃ乗りやすい、うん、ポジションがシート座ったらすぐ下にステップがの位置がパパって合ってくれるから、うん、なんかね乗りやすい。足つき的には厚底のブーツ履いててもうめちゃくちゃベタ足みたいな。あーいいね。足つきがいい時ってすごい、うん、バイクとの信頼関係が深まるよね、うん、そう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 。もう何がいいってやっぱ見た目がクラシック、タコメーターとかメーターの周りがアナログな感じとか、アクセルひねっても針がこうね動いてくれるっていうのがね、またなんかちょっとねロマンを感じますね。かわいいって感じ。私トライアンフに対してかわいいって印象を持ったことがなくて、今までかっこいいっていう印象だったからしおちゃんがトライアンフをすごいかわいいかわいいって毎回めでてるのを見て、あら、どこが可愛いんやろうと思って飲んでみてうん、うん、なるほどなるほど、可愛いところあるなっていうのがちょっとずつ歩み寄ってくれる可愛さ。そう、そうそうそう。ねえ、サオリンはどんな感じ？最初ね、 1200cc ってどんなものかなって思ってたんやけど、うん、めちゃくちゃ軽いでね、タイヤが前が19インチ後ろが16インチのすごい太いタイヤで、うん、そうすると正直曲がりにくいんかなと思ったら、うん、全然スルスル曲がれる。これは乗れば乗るほど絶対楽しくなるバイクやと思う、うん、でね、またね、この見た目がね、うん、いいよね、フルボディーブラックっていうのがね、はい、フルカスタムに見えるのにこれが16
それプラスまだまだカスタムする要素がたくさんあるみたいなんです。で私やったらピンク塗っちゃうかなとか、はい、ミラーがバーエンドについてるっていうのがね、うん、私は見た目的にすごい好きなんですよ。確かにかっこいいよね、うん、であとこの音ね、うん、そう乗ってるとよく分かるんですけど、こうちょっと低めのドッ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 って音が、うんうん、たまらんと好きですね。乗っててさ、うん、あのポジションとかはさどんな感じ、うん、私身長が150前後しかないけど、うん、ちょっと前傾、それでちょっと前傾かな、うんうんうん、まあ、全然しんどくないし、うん、シートも見た目は、うん、まあ、シングルシートでちょっと薄めに見えるけど安定感があるからお尻も全然痛くないから長距離でも割と楽やと思う。足つきはね、うん、両方つま先なんやけど、うん、こう車高がすごい低いから、うんうん、重心が低いやん、うん、すごい安定してる。女の子ってやっぱりね足ついてるのがね安心するのよなんかねモファーは、うん、結構足つきもいいし、うん、見た目がコロンとしてるから、うん、結構女性受けみたいな、おーそうなんや、するんじゃないかなと私は思ってて、でまあシングルシートの意味もやっぱ女の人でさ後ろに誰か乗せるっていうよりかはさ、うんうん、なんか女の一人旅じゃないけどこう、あーかっこいいね、そうふわーっと一人で走るねん私みたいな空気が、あ、なんか私にはそういう風ににじみ出てるように見える女性もかっこよく、そうでも乗りやすく、うん、っていうところがすごい私は伝わってくるね、うん。もうめちゃくちゃ気持ちよかったです。やっぱ初めてなんですごい緊張して、もうこのバイクめっちゃ祈りを伝えれるかなと思ったんですけど、まあ、やっぱ自分が乗った素直な感想を言えたんでよかったんじゃないかなと思います。実は私も初めてのインプレやったんですよ、うん、ただこうバイクに乗った自分の乗って得た感情を伝えるっていうのが、うん、こんな楽しいもんやねんなって思います、うん、楽しかったよね。楽しいって感情すごい大事だと思うんで、うん、これが視聴者の皆さんに伝わればいいなって思ってます、はい、バイクメーカーの皆さん聞こえておりますか、はい、私たちインプレ姉妹をよろしくお願いします。はい、インプレ姉妹、うん、OK、 それでいこう以上インプレ姉妹でした。ギター